豊かな自然が残る鍵屋緑地。自然の中で生き物を追いかける子どもたちはとても楽しそうです。東海市では市政50周年記念事業としてふるさと再生プロジェクトに取り組んでいます。今回のハロー東海はふるさと再生プロジェクト記念イベントとして実施された自然観察会の様子を紹介します。5月19日朝から鍵屋市民館に集まった多くの親子。太田川や鍵屋緑地で身近な生き物を探して観察します。写真が載ってて、あの生き物の名前とか載ってます。この表は5月の見つけたい生き物ランキング表です。生き物ごとに星マークが設定されたランキング表。外来種の星一つのものから見つけられたら超ラッキーな星5つのものまであります。今回訪れる太田川や鍵屋緑地の水辺では日本イシガメやオニヤンマのヤゴなどが見つかると星5つです。ふるさと再生プロジェクトというのは、今東海市で、少なくなってきている、ふるさとの自然を、保全再生することを目的とした、プロジェクトです。鍵屋市民館を出発した皆さんは太田川にやってきました。なんかいた、なんかいる、カメいた。どんなカメだろう。お魚だ。なんか来たよ。来たダメだ。お魚だ。鯉を見つけました。鯉は星一つ。なぜかというと日本にいる鯉の多くは外来種との交配だからです。さて続いてはカメがいました。気持ちよさそうに泳いでいます。カメいた。同じカメでもこちらは外来種のアカミミガメ。顔の横に赤い模様があります。太田川を後にした皆さんは鍵屋緑地へとやってきました。東海市で最も標高の高い沖地山周辺に整備された鍵屋緑地。これまで21世紀の森づくり事業での植樹を行うなど後世に自然を残す取り組みを行ってきました。またここに咲く藤若間には旅する蝶アサギマダラが飛来し、その貴重な生態を見せてくれます。新しく整備された成長の森ゾーン。ここにはどんな生き物がいるでしょうか。子どもたちは興味津々です。タニシが見つかりました。このタニシが今ではほとんど見ることができなくなったヘイケボタルの幼虫の餌になります。今から60年ぐらい前、私たちが小学校の時代にはもう夏前ぐらいからホタルはヘイケボタルですね、よく田んぼに飛んでました。この辺もよう飛んどったけどね、まあ本当に明るいぐらいは飛んでましたね。ふるさと再生プロジェクトの目的の一つにヘイケボタルを再生することがあります。オニヤンマのヤゴですね。これが多分4年生とか、ここにはねもう今10匹どころかかなり見つかってます。だけど5年生っていうのはやっぱなかなかいないんですよね。だからやっぱり2年3年とこの環境がずっと残ってないとなかなか成虫にはなれないだろうなと思います。
少しずつは戻ってきていると思います。でもまだまだ昔の風景にですね、行き着いてないかなというところは正直まだあるところはありますので、トンボもまだヤゴの状態ですので、トンボなら成虫になっていたりだとか、あとメダカもですね、数が増えていけばいいなと思ってます。はい、ゲンゴロウ見つけたって。これ、その水の中泳いでる。メダカの卵だけ。これ捕まえた。こういうのは、はい、駆除しといた方がいいんですか。本当は駆除したいとこですけど、ここはやっぱり農薬とか撒いちゃうと他の生き物もいなくなっちゃうもんですから、薬は撒かないようにした方がいいかなと思うんですよね。成長の森ゾーンを後にして展望台へ向かいます。ゆっくりゆっくり。蝶々見つけました。アオスジアゲハでした。なんかだったね。ちょっと途中まで一緒に逃がしてあげよう。うん。続いて見つけたのは、あ、こいついる。うん、どこから。ミノムシの抜け殻でした。お腹の中に蜂がね、卵を産ん でそのね、蜂が出ていったね、繭がいっぱいここに入っているので、どうやら蜂の幼虫に住みかを奪われてしまったようです。モンシロチョウもね、結構ね、そうやって食べられちゃうんですね。なかなかね、だんだんね、昔のところに戻ってきてる部分があるかなと思います。で、まあ、今日は人がいっぱいいたのでキジは出てこなかったんですけど、人が少なければ、ね、キジも出てきますし、それでやっぱり全体のバランスが、ね、取れるような、形がいいかなと思っています。で、実際その虫が増えてくれば鳥も来ますし、そういう、ね、いろんな生き物たちが絡んで、育っていくといいなと思います。展望台に到着です。ここからは東海市内が一望できます。3時間ほどの自然観察会、たくさんの生き物を見つけることができました。いろんな生き物を見つけて楽しかった。オニヤンマのヤゴとかがいっぱいいて、でそれでいっぱい星が多くなったから262個です。先生にオニヤンマがいる場所を教えてあげたことです。教えたところに秘めた太鼓打ちが一匹います。今日も捕まえてたね。市の広報を見て、で、もともと虫好きだ、息子が虫好きだったんで、でそれで応募しようと思って、はい、今日はすごい子供たちが楽しそうで良かったです。まあ、普段やっぱりなかなか一緒にそういうことをやって僕はあげられないので、こういう機会があるといろいろ詳しい方とかいて話も聞けて、まあ、普段できない体験をさせてあげられてすごく良かったです。はい、鍵屋緑地は去年も来させていただいたんですけど、なんかだいぶ良くなったような気がして、今年はそのアサギマダラ楽しみにしてます。今後のふるさと再生プロジェクト記念イベントの予定はご覧の通りです。6月22日、23日大池公園で開催される平家ボタルと竹灯籠鑑賞会、花菖蒲園にホタルの成虫を放して鑑賞します。こちらは事前申し込み不要です。6月29日、7月7日、10月20日には今回のように鍵屋緑地で生き物を見つけて鑑賞する自然観察会を実施します。東海市の豊かな自然を後世に残すふるさと再生プロジェクト、市政50周年を記念するさまざまなイベントにぜひご参加ください。